はい、万次郎です。今日はね、オールドレンズ入門その3としてね、カメラの設定方法を説明します。まあね、オールドレンズをお使いの方はなんてことない設定ですから、そんなの、説明いるのということなんですけども、全く使ってない方はね、イメージもできないもんですからね、設定方法といってもね、こんな簡単なことでできちゃうのと、ただそういうことをね、覚えていただきたいということです。今現在ね、GH4 ね、電源が入っていませんけども、ディスプレイはね、開けてあります。ついてるレンズはね、インダスターのね、50mm2 というものでね、豆レンズですよね、ロシアンレンズ、その先にはね、被写体が置いてあります。電源をつけるとね、被写体が浮かび上がりますので見てください。ね、出てきました。これリコのリコマートね、レンジファインダーの昔のカメラが映っています。これをね、今インダスターのね、最短撮影距離、およそ50センチから60センチぐらいですね、あるんですけども、その60センチ先にね、リコマートを置いてあります。綺麗にね、全体像が映ってると思います。でこれをね、シャッター下ろしてみたいんですけども、下ろしてみます。はい、なんか出てきましたよね。おりません。つまりね、カメラの方がね、まあ、接点のないオールドレンズを使ってるもんですから、レンズが確認できませんよと、ね、カスタムメニューのね、レンズなしレリーズをオンにしてほしいというね、オフになってますよということをこうアナウンスしてくるんですよね。まあ、そこの設定をね、しなければいけないということになります。それじゃあね、メニューを開いてね、設定を変えてみましょう。メニューを開きますと、まあ、撮影メニューからね、2段下ろしてね、レンズなしレリーズっていうところがあります。これ一番最後のところですね。でそれが今オフになってますのでオンにします。レンズなしレリーズオン、ね、レンズがなくてもレリーズオンにしますよと、シャッターを降りますよということなんですけども、まあつまりね、接点のないオールドレンズでもね、シャッターを下ろしますよという、そういう設定に変えました。ね、これで、シャッターが下りると思います。はい、下りましたね。まあ簡単なことです。まあ非常に簡単なことなんですけどね。設定自体はこれだけです。あとね、セレクトモードですね。セレクトダイヤルというかね、今現在、マニュアル撮影のところに来てます。一応ねオートでも撮れるんですよね。露出優先オートということでね、 A ダイヤルです ね、これでも撮れます。こうしますとね、露出をこう変えてもね、カメラの方がオートで露出が戻っちゃいますよね。これがマニュアルですと、絞りをね、絞り込んでいくと暗くなってきますよ、ね、暗くなってきます。まあ基本はね、マニュアル、ね、設定で、撮影したいと思います。
それでね、アシスト機能ね、これを利用してねピント合わせをします。アシスト機能というのはね、拡大表示ね、それからピーキングっていうね、ピントの合ってるところがねマーキングされる機能ですよね。まず拡大表示をねやってみましょう。私の方はね、ファンクションキーのねこの1番のところに拡大表示を合わせてやります。ちょうどね、ディスプレイのところのね、ところが真ん中のところが拡大されてますよね。ちょっとボケてますね。でそれをこう、合わせてみます、ね、こんな感じに合います。もう少しね正確に合わせようとしたら、ピーキングを使うんですよね。今ね、ピーキングを使ってます。これで拡大表示をするとねこんな感じになりますね。で青いマークがね出てきたりします。その青いマークが ここですね、出てきたところがピント位置ということになります。これでね、このアシスト機能を使ってかなり正確なねピント位置を、まあ、合わせることができるわけですよね。これがね、ファインダーを覗きながらできるというのがねこのミラーレスの一番いいところですよね。実際に映る画面ね、映るデータがそのまま、EVF から見られて、ピント合わせをね正確にできるというのがね、本当にあの写真をやってて面白い、まあ、操作がね可能になったなと思います。これがね、一眼レフの、ね、OVF だとね、ファインダーではちょっとそれが確認できないもんですからね、まあ、花を撮ったりね、止まったものを撮るというね、時には非常に有効に役立つということになります。はい、それでね、ちょうどね、インダスターは M42 というスクリューマウントですから、ヘリコイド付きマウントアダプターにね、取り付けてあります。まあ、せっかくですからねヘリコイドの威力をね、試したいと思いますけども、ググッと寄せてみますね。かなり寄ります。ずーっとね、こんなとこでいいかな。もう30センチぐらいのところにね、来ています。で、まあ、通常のね撮影最短距離では、全然映らないんですけども、ヘリコイドを伸ばしてきますと、どこかな、ちょうどピーキングも現れてね、レンズの先端にね、リコマートのところにね文字のところに、ピントを合わせました、ね、まだまだ余裕があります。もっと近づいてみましょうか。これを合わせます。シャッタースピードのところでね、ピントを合わせました。レンズの先端まで行きますか。はい、ちょうどレンズの先端ね、もうレンズ映ってないんですけどね、ここまで拡大できるということですね。まだまだね余裕がありますね。まあ、これ以上やっても同じですからね、戻しますけども、まあ、こんなことがねヘリコイド付きマウントアダプターだとね
できちゃうよということです、ね。戻り戻します。ずっとねヘリコイド戻しまして、はい、ここがピーキング出てますね。ちょうどね、レンズの先端が、ピントが合ってるという状態ですね。こんな具合にね、オールドレンズを使うとね、まあ特にこういう止まった、被写体ならね、非常に細かなね、ピントを調整できるし、まあ、マニュアル、ね、操作をすれば露出もね、自分の思い通りにできるということになります。はい、こんなところがね、オールドレンズをね使う上で、デジタルカメラのね設定方法と、まあ、アシスト機能ね、ピーキングとか拡大表示ね、そんなところを説明させていただきました。まあ、この動画がね、いいと思われる方はグッドマークね、それからぜひね、登録の方をお願いしたいと思います。まあ、今回ね、簡単なことですので、まあ、短い動画でね、終わります。はい、万次郎でした。